シマアルバム的な感じになってすごい気に入ってます。今回は EFX フラグメンツのパンとエフェクトについてやっていこうと思います。 EFX フラグメンツはステレオパンナースペシャライザーを内蔵して、通常の左右のピンポンの音像が移動するパンナー以外にも様々な感じで音像を動かすことができます。じゃあオンにして音を鳴らしてみます。まあ、これだとグレインのサウンドが左右に振ってる感じですよね。じゃあエフェクト音のみにしてみます。でこのトラジェクトリーでパターンを選択することができます。で基本的に X 軸横の動きが左右の音像で、縦が音量で遠近的な感じですね。でレイトでこの黄色い球の移動するスピードですね。でこれはヘルツとシンクでコントロールが可能です。で、アマウントが振り幅ですね。で、ランダムパンでパンがランダムに移動します。で、ディスタンスで遠近、音量をコントロールすることができます。まあ、こんな感じに派手に動かすことも可能です。でもちろんこのパンナーのパラメーターもマクロ、ファンクション、エンベロープフォロー、シーケンサーで動かすことが可能です。で FX1 と FX2 はマルチエフェクトで9種類のエフェクトをそれぞれ選択して割り当てして使うことができます。じゃあまずフィルター、でマルチモードフィルターでローパス、バンドパス、ハイパス、コムフィルターを使うことができます。でルーティングでドライウェットの音をかけるのか、ウェットだけにかけるのか、フィードバックにかけるのかを選択することができます。でディストーション、まあ、ディストーションもかなり種類があるんでかなり複雑なサウンドが作れます。で、コンプレッサー、で、ディレイ、で、ピッチシフトディレイ、テープエコー、
コーラス。フランジャー。まあ、これもモジュレーションとかで動かして結構面白い効果できそうですね。でリバーブ、でクリッパー的にはこのリバーブかけてこのグレインリリースでピッチを1オクターブ上げるとシマーリバーブ的な感じになってすごい気に入ってます。今後使っていこうと思います。まあこのパンもいろいろ音頭を動かして面白いですし、エフェクトはもうフィグメントとかにもあるように使えるエフェクトが揃ってるんで、かなり複雑なサウンド作りができると思います。でもちろんモジュレーション組み合わせて変化させても楽しいと思うんで、ぜひいろいろやってみてください。